さあ、始めました。わすチャンネルです。さあ。ひらだぜや。どうも皆さん、こんにちは。早稲田合格塾代表のひらです。よろしくお願いします。さあ、森田先生。はい。今日の企画はね、僕もそこまで詳しくないから、あんまりね、こう、あれこれ喋りすぎることができないんですけど、皆さん、今日は、この動画を見た後、ちょっと2個だけ検索してみていただきたい言葉があります。それ何かっていうと、教育資金、一括贈与で検索してください。そして、教育資金、歴年贈与とか、あるいは、都度贈与とかね、その都度って言葉あるよね。うん。この言葉で調べてみてください。今日は、皆さんの大学受験に関する、お金の悩みを解決するかもしれないお話をしたいと思っています。うん、だから、受験生版タイガーファンディングでお金もらおうと思っている暇があったら、そうじゃなくて、皆さん、おじいちゃん、おばあちゃんのところに行ってください。うん。うん、なるほどね。そうそうそう。っていう話なんですよ。河合塾とか寸大とかもホームページの中にリンク貼ったりとかしてるんだけど、なかなかお金の問題だからってこともあるのか、グッて入り込んで広報できないんですよ。これ簡単に言うと何かっていうと、おじいちゃんおばあちゃんから教育資金としてお金の贈与を、もらうんだったら、非課税でお渡しできますよっていう国の制度なんですね。へー。うん。あ、まあ普通はね、贈与税とかかかったりするんですけれども、で、まあ、この一括贈与っていうのは、マックス1500万円まで、うんうん。基本的には学校とかのお金だったりするんだけど、私立中学校とか私立高校とかさ、お金かかるから。なんだけど、我々のような学習塾だったりとか、スイミングだったりとか、空手だったりみたいな習い事に至るまで、マックス500万円まで教育資金として贈与していいですよと。うん、それは非課税ですっていうお話なんですよね。うん、500万なの ?1500 じゃなくて、マックス1500万で、学校の費用とかですよ、それは。だけど、普通、塾とかってさ、贅沢品みたいなとこあるじゃないですか。ね。一部の人だけの。塾とかに使うのは、マックス500万までってことですね。習い事系統ですね。うん。公教育じゃないものというかね。うん。うん、っていう制度が、このね、教育資金の一括贈与ってことで、2026年まで行うことができますよっていうことで。で、まあ、このね、都度贈与とか、歴年贈与っていうのは、まあ、これはもともと、そもそも贈与っていうのは110万円までだったら、贈与税っていうのはかからないんですけど、本来であれば生活費とかも含めて。うん、なんだけど、教育資金っていう名目で渡すんだったら、110万超えても非課税ですっていうのがあるんですよね。なるほど。うん。今年の学費、今年の学費みたいな渡し方も、OK ですよっていうような話なんですよね。じゃあ普通に親が仕送りとかでも親の仕送りっていうのは、別にね、こう生活費とか教育費っていうのはそもそも非課税なんですよ。あ、なるほど。うん。なんだけど、別に意味とか理由はないんだけど、400万円入ってあげたりとかしたりすると、それは贈与税がかかったりするんですよ。なるほど。だから目的次第みたいなところがあるから、ここって曖昧っちゃ曖昧なんですよね。そうなんですね。うん、そう。で、教育資金の一括の方の贈与に関しては、こう皆さんのお近くとかの銀行とかに行って、もうそれ用の口座を窓口で作るんですよ、うんうん。で、そこにね、何百万円でもいいんですけど、入れて、で、おじいちゃんおばあちゃんがお金入れて。で、なんかこう、例えばなんだけど、年度の終わりとかにさ、領収書とかを、銀行とかに持って行って、引き出させてくださいって言うと、領収書の分のお金をこうもらえたりとかするわけですよね。うん、あるいは、請求書持っていくと、先にもらえたりもするわけですよね。誰が、そう、銀行に持っていく。請求書を持って行ったりとか、領収書を持って行ったりすると、誰が、口座を設けた本人が、銀行の窓口で、領収書なり請求書なりを渡すと、専用の口座からお金を渡してもらえるっていう形になるんですよね。うんうん、専用口座がいるんですか？そう、専用口座を作る必要があります。だから、勝手にあげちゃダメです。なるほど。そうそう。そこはちょっと要注意なんですけど、うん、でも本当にこう銀行の窓口に行って相談するだけで作れるから、簡単なんですよ。うん、うんうん。で、こういう制度って、この国からのメッセージだと僕は思っていて、これ今ってさ、親御さんの世代ってどうしても給料が昔みたいに上がりにくいんですよね。うん、一方で学費なんかは上がったりしてきてるわけですよ。大学や我々塾も含めてね。で、そんな中で、一族みんなで一族の末裔の費用を捻出しなさいっていうメッセージだと思ってて、で、俺はやっぱりこの森鉄チャンネルも含めてたんですけど、この情報を広めることによって、もしね、この感覚が世の中に広まっていったら、俺たちちょっとだけ世の中を良くできるよ。お金の問題を解決できるもん。うんうんうん、まあ、もちろんおじいちゃんおばあちゃんにも老後の資金の問題があったりするから、どれくらいをっていうところはあるんですけれども、ただこれを見てる方、多分まあ受験生本人か親御さんとかが多いかもしれないんですけど、ちょっと勇気を出してじいちゃんばあちゃんに相談してみるとか、うんうん、あるいは言うてらじいちゃんばあちゃん世代が多く見てくれてるじゃないですか。はい、ああいうところで、もう子供たちからは言いづらいから。
じいちゃんばあちゃんたちからちょっと声かけてみてもらえませんか、できる範囲で協力してあげてっていうのを俺はちょっと言って、お金の問題で苦しんでる子たちをなんか世の中良くして解決できないかなって。なるほど、うん、この教育資金の贈与ってどれぐらい行われてるかっていうと、2023年のデータだと完璧な数字を出すのはちょっと難しいんですけど、約1万5000件って言われてます。あの、受験生ってさ、共通テスト受けてる人だけでも50万人ぐらいいるわけですよ。共通テスト受けてない人とかまで含めるともっともっといるわけですよ。共通テストだけでもその数字が分かってて、学生の数全部で言ったらって、もうとんでもない数がいるんだ、もっともっと、何倍もの。そんな中で教育資金の贈与って1万5千件しか行われてないんで、そう考えるかにこの制度っていうのが広まっていないのかってことが分かるんですよね。500万も1000万もやる必要もないんですよ。必要なだけでも全然いいんですよ。100万、200万とかでもいいんですよ、全然。だから制度を広めて少し世直しできたらな。なるほど。そうですね。多くの人は税金の感覚ないから、うん、子供たちはね。でもおじいちゃんおばあちゃんは知ってるから。うん、そうですね。そこは言ってあげればいいんですよね。そう。今回の話をね、したいと思って、ちゃんと森田先生と人を紹介してもらってですね、税理士の方にヒアリングして、うん、そんな簡単なんだっていうのを確認して、僕話に持ってきてるんで、ほんと窓口相談しに行くだけで開始できるからね。一括贈与だけじゃなくて、歴年贈与とかね、都度贈与なんかだったらもっとハードル低いですから。うん。うん、もう、それこそ申告の義務すらないですからね。うん。だから、なんですか、歴年贈与。歴年贈与。暦に年って書いてある。1年に1回さ、私中学だね、とかさ、で、中学2年だね、中学3年だね、今年はいくらかかるね、みたいな。へぇー。そうそう。それも OK なんですよ。へぇー。うん。で、もう一個なんて言いました？教育式の一括贈与。これはちゃんと口座を設けないといけない。ああ、なるほど。うん。じゃあまあ確かにね、それ浪人生とかにはすごくでかい。もうまあでも時期的にも違うだろうけど。うん。それ大学でもってこと？大学も OK。大学院まで OK です。へぇー。なるほど。だからもうほんとね、時代が変わった。お父さんお母さんたちは自分の親にしてもらったぐらいのことを自分の子供にもしてあげたいと思ってる。その気持ちもすごくあるし、いい歳して自分の親また頼るなんてってのもすごくわかるんだけど、時代変わってるんで、昔のようにはいかないから、だからもしじいさんばあさんがね、余裕があるんだったら、いくらかでもいいから頼るのもこれも勇気だと思いますんで、こういうことを今後も伝えていきたいなと。なるほどね。うん、受験生のお金事情というか、そうですね、受験生たち見えないんで、うん、ただただ塾に対して高い高いしか言わないから、うんうん、ね、その辺のことは知らない、ね、まあもうどれが高くてどれが安いとかっていう感覚がないので、全く、そうですね、贈与税がないっていうのめちゃくちゃでかい、めちゃくちゃでかいです、うん、そのやっぱ税金をねめちゃめちゃ払ってる人たちからすればですね、私たちは、あ、またこの話長くなっちゃう、そうですね、だから分かるので、ぜひとも考えていただければいいんじゃないかと思って、はい、まあ、そうですね、おじさんおばあさんにこう見せていただいてもいいですし、うん、その後いろいろ検索して見てもらってもいいので、参考になりそうなサイトとかあったらさ、それこそ概要欄とかに貼ってあげてよ。なるほど、いや、うん、俺が聞きたい、俺調べなきゃいけない。いや、まあ、いくらでもあるから、じゃあ分かった、あの、結構ね、実は税理士の YouTuber の方たくさん動画上げてるんですよ、はいはい。だからそれ見てみるのもいいかもしれない。だけど税理士の YouTube チャンネル見てる人とさ、教育関係の YouTube チャンネル見てる人の層がどう考えても被ってるわけないわけですよ。だから僕がここで言うことによって、あっちを見に行くことになるかなと思って。なるほど。うん、そうですね。わかりました。そういうので、ちっちゃい時の教育の業界って膨れ上がっているというか、うん、そうなんですよね。でっかくなってってるんですよ、実は。うん、なんで少子化なのにそのちっちゃい子のって言ったら、それね、おじいさんおばあさんがターゲットなんですよ、実は、うん。実はこれ、うちの塾でも、受験学年って毎年60、70、80人ぐらいだったりするんですけど、ちゃんと請求書なり、領収書なりもらってくる人ってね、もう2、3人しかいないんですよ。うん、で、あ、あの制度だなって思うんだけど、広まってないから、うん、ぜひできるできない別にして、まず知って、で、どのくらいかでもできないかっていうところ、話し合って欲しい。そうですね。今は幼児教育がすごいんですけど、うん、それがだん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 こう上がっていってですね。まあまあまあ寿命もね、長くなってますから、うん、そういう小学校、中学校、高校とかですね。おじさんおばあさんが払うっていうのは、どん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 増えていくだろうなって僕は思ってますけどね。うん、ということでございました。ぜひとも参考にしていただければと思います。よし、ありがとうございました。Thank you for watching. Thank you for my watching.